今回紹介する女優さんはこちら、ドウドウマリエさん。2013年6月に白石麻里絵として女優デビュー。2014年にはドウドウマリエに改名して、アイデアポケットの作品に出演。2015年には望月カノン名義で再々デビューを果たしている。ロシア系のクォーター女優で、ハーフ系女優の奇跡とも呼ばれたほどの超絶美少女。活動期間は非常に短かったが、出演した作品はどれも評価が高い。綺麗なだけではなく、めちゃくちゃエロいのもポイントである。あの有名な男優の吉村拓さんとの舐め合いに勝利するほどの舌技の持ち主である。特技がフルートで、得意技がドリルフェラと言われるだけのことはありますね。ドリルフェラ、スパシーバ、今でも活躍していたら間違いなくトップ女優の道を歩んでいたことでしょう。まだ見たことがない方、ハーフ女優の奇跡、ドウドウマリエさんの作品を見てみませんか？それでは、また次回の動画で。